はい、皆さん、こんにちは。テリオンの映画のお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということでですね、今回はですね、映画釣りバカ日誌第一作目を見て感動したということでですね、改めまして皆さん、こんにちは。ゲーム実況を普段やらせていただいているテリオンと申します。よろしくお願いいたします。これまでたくさんの動画を投稿してまいりました。約4年から5年ぐらい実況等々させていただいております。2019年9月17日からスタートしておりますが、まあ、早々と病気が発覚しまして、その影響でですね、半年以上実況等々できない時期もございましたが、皆様のですね、応援ごひいきご愛顧いただいておりまして、現在331名の方にチャンネル登録していただいております。誠にありがとうございます。2024年ですね、現在の、年末までにはですね、なんとか1000名のですね、チャンネル登録していただける方が、協力していただけたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して遊んでいってください。で、ゲーム実況に関しましてはですね、2025年のね、10月末日までは一応ですね、もう動画のね、取りだめというかですね、もうアップロードは決まっている状態になっております。なのでですね、毎日18時には必ずね、1本は最低でも上がるようになっておりますが、現在ですね、一応動画の収録自体はですね、ちょっとゆえあって中止している状態になっておりまして、まあそれもですね、いずれね、理由も話していきたいかなと思っておりますが、まあ単発でね、ちょいちょいどっかで入れることはあると思いますが、長期で連続で撮るのはですね、ちょっと今ね、いろいろ難しいかなという状況になっておりますが、まあね、いろいろね、実況動画はね、本当にいろんなの撮りすぎたっていうのもありますし、現在ですね、まあプレイステーション4がもう結構ですね、時代遅れになってしまって、プレイステーション5の時代になっちゃってるんで、なかなかですね、まあ目新しいですね、動画にはならないなっていうのもね、正直あったりするんですよね。まあプレイステーション、5のね、動画とかで新作とかで上げるんだったらみんなに見てもらえる可能性も高いですが、やはり旧作になってくるともう出尽くしてる感が結構あったりするので、2番戦時、3番戦時、4番戦時以上の、もう何番戦時なんだっていうぐらいの出がらしのね、動画になってしまう可能性もあるので、なかなかですね、一発目で見てもらえることが難しいっていうのはね、あったりするので、まあそういったところもね、理由の一つには挙げられたりしますね。うん。まあ、でもですね、とりあえずね、18時には必ず一歩上がりますので、もう何かのですね、皆さんものですね、まあ、寂しい時とか辛い時とかですね、そういった時にもですね、明るい声を聞いていただいてですね、楽しんでいただけるようなそういったですね、動画になっていたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して遊んでいってください。ということでですね、今回はですね、映画釣りバカ日誌第1作目ということでですね、こちら見させていただきました。なぜですね、私が釣りバカ日誌を見たかというと、まあ、いわゆるですね、昭和の名作みたいなのがですね、見てみたいなというですね、気持ちになってたんですよ。もともとですね、まあ前からね、見てみたいとは思ってたんですが、そのうちの作品のね、一つが、釣りバカ日誌と、もう一つがですね、男は辛いよ、ですね。これね、二つ見てみたかったんです。まだ他にもね、見てみたいなのがあるんですけど、です、黄色いハンカチだったっけ？とかいうやつとかね、いわゆる昭和時代にですね、すごく流行ったと言われている作品は、一度はね、見てみたいなというふうに思ってたんですね。で、ただですね、私、邦画があんまり得意じゃなくて、で、なので、今までですね、邦画をあんまり見てこなかったんですよ。っていうのはね、邦画のわけのわからないですね、演出の仕方とかがすごい苦手で、すごい空白の時間がね、長かったりとか、よくわからないですね。なんていうのかな、難しいんですけど、なんか、ちょっと演出的にあんまり好みじゃないっていうね、演出のね、映画が多かったんですよ。邦画見てた時。ところがですね、最近のね、邦画はですね、すごくクオリティが高くなってて、もう演出的にもですね、変な間がね、あるようなですね、昔の、邦画みたいな作りのやつがあんまりなくてですね、結構邦画面白いじゃんというのがね、最近分かってきたので、割とね、邦画ブームなんですよ。今自分の中でね。洋画の方がですね、割かとね、今見てないっていう感じで、洋画の方がね、割かと最近の感想で言うと、ワンパターンだなっていう感じに思えるようになってきちゃって、これね、洋楽とかもそうなんだけど、洋楽ってね、結構ね、パターンが、ワンパターンというか、
難しいんですけど、日本のやつってめちゃくちゃ手数が多いんですよ。日本の音楽って。こんなところにこんなのがみたいなぐらいめちゃくちゃ手数が多いんですけど、洋楽って結構シンプルなんですよね。うん。シンプルなフレーズをね、ずっと使い回して音楽を作るみたいな感じのがね、結構あって。だからそこがですね、映画もね、結構似てるなっていうところもあるんですよね。日本のはね、複雑に作りすぎちゃって、わかる人がわかればいいだろうぐらいの気持ちでやってるところがあって、洋楽とかね、洋楽とかはですね、みんながわかるストレートのやつが、やっぱ生き残っていってるっていう感じがしますね。なんとなくね。日本のやつは本当にわかる人がわかればいいぐらいの複雑なことをね、割とやってたりするので、そういう印象がね、ありますね。なので、洋画とかはね、やっぱりその一つのパターンがね、見えてきたりしてきて、なかなか、最近ね、入り込めなかったりしてるんですね、洋画にね。あとやっぱ言語の問題があるんですね、どうしても。どうしてもね、ストレートに言葉がですね、解釈できないんですよね、洋画はね。字幕があってもさ、その字幕の雰囲気と、そのね、喋ってる人の雰囲気、が、合致しないんですよね。ラン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 とか言ってさ、逃げろ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 とかってさ、よく書いてあるんだけど、でもそこは、まあ、なんとなく雰囲気でわかるんだけど、でも、なんか長い文章とかになってきたりすると、どうもなんかね、一旦解釈を入れなきゃいけないじゃないですか、日本語でね。その英語の喋ってることを。そうするとですね、英語としてですね、頭に残ってこないから、だから別の解釈を一旦入れた上での咀嚼になってくるんですよね。だからそんだから英語もね、訳した人がいるわけじゃないですか。翻訳した人が。でその解釈が入った上にさらにもう一回解釈するっていうから、まあ、本当にストレートで入ってきてないんですよね。言葉が。演出とか。ね。だからちょっとやっぱり洋楽って壁がね、洋画か、少しあるなっていうね、感じはします。ただね、映像の映し方とかですね、演出の仕方はですね、やっぱり、洗練されてますね。洋画はね、ソフィスティケートされてますね。あと、金の使い方が全然違う。洋画は。本当にね、細部までものすごくね、金を使ってるなと、セットの組み方といい、なんといいね、とにかくね、豪華なんですよね。洋画はね。まあそういったところがですね、やっぱり、大きな差になってくるかなって気がしますね。ただ、その、洋画の世界の情勢がやっぱ分かんないから共感しづらいってとこが洋画はやっぱあるんですよ。だからそこのね、国の状況を知らないから、ね、その国の一般的な家なのか、それとも、すごくお金持ちの家なのか、とかね、社会情勢がどうなのかとか、そういうのが分かんないから、だからそういうね、ドキュメンタリー風な感じの、やつとかが出てきても分かんないんですよね。洋画はね。だから結構そういうのがね、踏み切れないというか、見切れないところがあるね。だからアクションとかさ、分かりやすいところに行っちゃうんだよね、洋画だとね。だけどこういうですね、邦画のね、釣りバカ日誌とか、男は辛いよみたいな、日常を切り取るみたいな。そういうのが、だから洋画が難しいんですね。そういうのを見るのが。日常がわかんないから。ね。共感が難しいってとこがあって。なので今回のですね、この、ちょっと長々と喋らせていただいたんですが、まあ、このですね、邦画の、この日常を切り取るというですね、この、演出がものすごくですね、刺さったんですよね。私、個人的にね。っていうのもですね、これ、ね、どうもですね、脚本家の方がね、一緒なんですよ。多分ね、どっちの映画もね、釣りバカ日誌も、男は辛いよも、山田洋次さんが脚本書いてらっしゃるっぽくて。で、その日常の切り取り方がね、すっごい上手いんですよ。でね、邦画にあるようなあの変な間とかですね、がなくて、すごくね、テンポよく進んでいくし、めちゃくちゃですね、そういったのがね、邦画の印象をね、変えてくれたなっていうね、感じがしますね。まあ、とりあえず、見ていきましょうか。さあ、釣りバカ日誌ですね。まずですね、この お話はですね、原作があります。で、山崎十三さんという方が、多分、プロット
描いてらっしゃいまして、で絵はですね、北見健一さんという方が描いてらっしゃる日本の釣り漫画が原作でございます。1979年から、まあ、小学館ビッグコミックオリジナルで連載され、1980年から小学館ビッグコミックスにより刊行されていると。で、実写映画化、テレビアニメ化、実写テレビドラマ化もされているということでですね、多分ですね、これ時代が時代だから、まあ、映画とかドラマとか、ね、アニメ化とかされたんだろうなっていう気がするんですよね。多分釣りがブームだったっていうのもあるんでしょう。多分当時ね。うん。だって今の時代にさ、こういう漫画とかさ、アニメとかね、ほぼないですからね。書いてる人もいないんじゃないかな、釣りの漫画とかね。釣りの雑誌とかだったら多分、そういう漫画書いてる人がいると思いますけど、だから多分そのブームを元から作り出してきたのって、釣り吉三平とか、うん。よく、古いさ、喫茶店とかに行ったらさ、置いてあるんですよ。釣り吉三平とかね。うん。まあそういうね、ところから、こういうブームがね、だんだん生まれていって、まあ今はもうかなり下火になってるんじゃないかなって気はしますけど、だからそういう時代背景もあって、かなり、アニメとかね、ドラマも化もされているといった印象を受けるかなという気がしますね。現在はあんまりそういうのを見に聞かないですからね。うん。さあ、一応ね、概要としてはですね、万年平社員のですね、営業職のサラリーマンである浜ちゃんこと、浜崎伝助かな、上司の佐々木課長に教わったですね、釣りにすっかりハマってしまいですね、自他ともに認める釣りバカになってしまったと。ある日ですね、浜ちゃんはひょんなことから知り合ったスーさんというですね、初老の男性を釣りに誘うことになりました。しかしこのスーさんは、他ならず浜ちゃんが勤める資本金50億円のですね、中堅ゼネコン会社鈴木建設株式会社の社長鈴木一之助さんだったのであるということですね。まあこのあたりもですね、映画にね、出会いが描かれていたんですが、これが漫画としてかどうかちょっとわかんないですが、この二人のですね、奇妙な友情を中心に、浜ちゃんのね、釣りバカぶりがもたらす珍騒動に振り回される佐々木課長他を描く人気シリーズであるということでございます。はい、2020年5月時点でですね、累計発行部数は2600万部を突破している。サザエさん方式で物語が進められているが、恋太郎の成長過程は描かれていると。まあ、恋太郎っていうのが何者かわからないですが、おそらく浜ちゃんと、奥さんの息子さんなんじゃないかなと思っておりますが。で、作画担当についてはですね、北見さんの他にもですね、一応何人かの候補で検討を行っていたらしいんですが、担当編集であるですね、林洋一郎さんの草野球チームの対戦相手に助っ人として北見さんがいたことからですね、これも何かの縁ということで決定となったらしいですね。まあ、こういうのって大事ですよね。こういう縁とかね、ご縁があってみたいなね、さあ、そうしましたらね、どうしましょうね。うん。まあ一応、あらすじとしてはですね、映画とですね、ちょっと違うので、映画の方からですね、見ていきましょうか。1988年からですね、2009年にかけて、松竹系にてですね、1995年、99年を除いて、毎年一本ですね、新作が公開されているというですね、シリーズになっております。これがですね、まあいわゆるですね、ルパン三世であるとか、名探偵コナンであるとか、ね。あと男は辛いよとかね。まあそういったのと一緒で、毎年毎年一本ずつ、出ていくっていうようなね。ワンピースとかもそうだったんじゃないかな。まあそんな作品、なんですね。全22作品の脚本を山田洋次さんが手掛け、男は辛いよシリーズと並び、松竹を代表する国民的映画シリーズでもあった。本校ではですね、一作目とですね、そうね。まあ、とりあえず1作目から見ていきましょうか。で、男は辛いのですね、一応同時上映作品として、1988年12月に、第1作の釣りバカ日誌が公開されたそうです。うん。同時上映作品って言ってるけど、男は辛いよはですね、一応1969年に多分スタートしてるんで、まあ、何年後 ?10?9 年後か。に、多分一緒に、公開されたんじゃないでしょうかね。で、その時に、釣りバカ日誌が同時公開でされたらしいですね。第一作目の。松竹もそれほど力を入れていない B 級映画であったものの、公開後の評判も良く、特にですね、渥美清さんが逝去なされて、男は釣りシリーズが終了となってからは、松竹をね、支えるですね、看板映画シリーズとして、作成されたそうです。
当初はですね、第1作のみで完結する予定で、ラストもね、そのように作られているが、シリーズ化によってですね、第1作とね、2作以降はね、繋がらなくなってるらしいです。で、主演のですね、西田敏行さん、そして三國連太郎さんかな、両名の高齢化もあり、2009年12月公開のですね、第22作、釣りバカ日誌20、ファイナルをもって終了したということでございます。うん。原作よりですね、釣りに対するですね、描写は薄められており、西田敏行さんが演じる浜ちゃんのベタなキャラクターと、三國連太郎さんの渋めのスーさんとのやりとりが、いい味を出していると。浜ちゃんとスーさんの魅力を引き出す重要なキャラクターである浜ちゃんの妻、美智子さんですね。美智子さん役はですね、シリーズ1から6までと、7作品、釣りバカ日誌スペシャルまでを石田恵里さんが演じておられまして、シリーズ7以降は、浅田美代子さんかな、が演じていらっしゃるということらしいですね。浜ちゃんの家がですね、マンションであるとか、戸建てであるとか、アパートであるとか、毎回ね、変わってるらしいです。で、男はつらいよ、虎次郎の演壇に、西田敏行さんが浜ちゃん役で一シーン、ワンシーンのみ亀を出演したことがあるということで、これはまあ同じね、系列の、会社だからできたっていう、まあそういうところはあるんでしょうね。うん。で、ここでですね、出てきたですね、浜ちゃんの奥さんであるですね、この美智子さん。っていう役を演じてらっしゃるこの石田恵里さんっていうことがすっごいですね、魅力的なキャラクターを演じてらっしゃるんですよね。これはですね、オールウェイズ三丁目の夕日でも感じたんですが、その時やってらっしゃったのが、ですね、あのセーラー服と機関銃で一世を風靡したと言われている薬師丸ひろ子さんがやってらっしゃったんですが、薬師丸さんはですね、昭和のね、上品なお母さんみたいな、そういう雰囲気をですね、醸し出していらっしゃったんですが、この石田恵里さんはですね、すごくね、人情に熱い奥さんというね、印象的でしたね。で、これがですね、西田敏行さんが演じる浜ちゃんもですね、人情に熱い、人なんですよ。なので、二人ともですね、似たような感じの人が結婚して、暮らしてるっていう感じで、この石田恵里さんがですね、すごくですね、この映画に、ね、彩りを添えてらっしゃるというか、ね、釣りの映画とかになるとさ、ともすればさ、男ばっかりのさ、なんかもう、ね、ザ、なんか男臭い映画になりそうな印象はあるんですが、この石田恵里さんがですね、清涼なですね、雰囲気をですね、もう多々いろいろ入れておりまして、すごくですね、温かいですね、雰囲気が漂うようなね、映画に仕上がっているなという感じを受けましたね、この第1作品で。でも第2作品以降繋がってないらしいんで、ちょっとどうなのかなと思いますが、だからね、私もね、1作品ね、この終わりを見たときに、完全にこれ、締めるパターンになってるやんって思ったんですよ。2作目以降どうなるんだろうっていうのはね、ちょっとね、疑問に思ってまして、一応2作目のね、冒頭だけね、チラッとは見て、たんですね。で、でもどう繋がってんのか分かんなかったんですが、どうも繋がってないっぽいですね。うん。なので、まあちょっとね、その辺は、今後ね、どうなっていくか分かりませんが、まあ見ていきたいなと思います。ということでですね、一応ね、メインのキャラクターをやってらっしゃるのが、浜崎さん、主人公、浜ちゃんは西田敏行さん、そしてスーさんですね、鈴木一之助さんだったかな。鈴木建設会社の社長は、三國連太郎さん。そして、美智子さん。奥さんは、石田恵里子さんが演じていらっしゃいますと。さあ、では、あらすじやっていきましょうか。まあ、鈴木建設のですね、四国支社高松営業所に勤める浜崎源介こと浜ちゃんは、3度の飯より釣りが好き。出勤前に大きな黒鯛を釣った日に、東京本社への栄転を営業所長から命じられると。いうことなんですね。これ冒頭にですね、いきなりですね、浜ちゃんが釣りをしているシーンがありまして、で、そこからですね、クロダイを釣ってですね、それをですね、奥さんである美智子さんのところに持って行ってですね、魚拓取るよね、みたいな感じで言われて、取るみたいな感じで言ってたけど、あ、それもそろそろ出勤しなきゃ帰ってからこいつをね、食べようみたいな話でですね、出ていくんですね。で、非常にですね、豊かな自然のね、あるね、のどかな場所なんですよ。その高松営業所はね。
高松営業所というか、その高松がね、浜ちゃんが住んでるところが、でそこからですね、バイクに乗ってですね、バーっと通勤していってですね、フェリーかなんか乗ってたような記憶があるんだけど、だから多分島かなんかにね、住んでるんじゃないかな、浜ちゃんは。そこから多分、本土の方に行って、多分会社に入っていくっていうような感じだと思うんで、うん。で、そこの会社に入っていったら、まあ、営業の所長からですね、東京本社にね、営店をね、言われるんですが、断ってほしいというふうにね、浜ちゃんは言うんですよね。うん。今この子の生活が気に入ってるから、行きたくないと。うん、でも、所長はね、俺が行きたいぐらいだ、とか言う、ね、言うんだけど、でも、まあ、東京に行けという話に、ね、なるんですよね。まあ、サラリーマンなんでね、なかなかそういうの断れないと、うん、いう状況で、そもそもね、これ1988年なんで、まあ、ちょうどですね、バブルが弾ける直前ぐらいじゃないのかな、多分ね。うん。か、弾けた直後ぐらいかな。うん、わかんないけど、ちょっと微妙な感じかな。うん、なので、結構ですね、もう、街が、ね、なんだろ、イケイケドンドンってよく言われますけど、まあ、かなり、景気がいい時代に撮られた作品なんだと思うんですよ。だからか知らないですけど、やっぱりですね、やっぱ作品の中に出てる人たちがもうみんな明るいんですよね。うん。だからその景気によってですね、多分作られる映画とかも変わってくるのかなっていうね、雰囲気がね、気がしますね。景気悪い時に撮ってる映画とかって、多分暗い映画が多いんじゃないかなっていうね、気もするんですよね。うん。まあ、ここはね、その、高松の雰囲気っていうのがすごくね、明るい感じで、まず撮られておりますね。人もいいし、気候もいいし、こっから離れたくないよ、みたいなことをね、浜ちゃん言うんですが、うん。で、まあ、当初ね、まあ、東京では釣りができないと、断り消極的だったんですが、妻の美智子さんがですね、まあ、東京湾にも魚がいるということでですね、雑誌かなんかをですね、読んでですね、それをですね、浜ちゃんに渡してですね、それをですね、見て、東京へのですね、思いを膨らまして東京に行くというね、決意を固めるっていうね、ところでございました。でですね、船宿のね、向かいのね、マンションに引っ越しすることになるんですね。うん。浜ちゃんは、まあ、とりあえず、いいところにしたからっつってですね、美智子さんに行って、サプライズみたいな感じのことをずっとね、隠したままマンションに行くんですが、やっぱり狭いねみたいなことをね言うんですよ、美智子さんが。まあ東京だからねとか言って、まあ東京にね、そんなね、マンションそんな広いとこ行ったらね、すごい家賃もかかるだろうし、それなりのねとこを選んだってとこでしょう。で、そのね内緒にしてたっていう話が、向かいにね、船宿があるというマンションにしてたんで、いつでも釣りに行けるよっていうね話をして、で、すごいね、美智子さんも喜んでると。でも美智子さんは別に、ね、釣りをするわけじゃないんですよ。多分ね、その釣りをしてる浜ちゃんが好きなんですよね。うん、だから、そういうね、ことを楽しんでる浜ちゃんを、に喜んでるという感じだと思いますね。で、ここね、なんかね、この要素を入れる必要があったのかなっていう感じがあるんですが、まあ、ね、夫婦なんで、まあ、やることをやると。で、それ合体とかね、再度合体とかね、なんかいろいろな表現でね、何回かね、合体するシーンが出てくるんですけど、もう言葉だけで表現されてるって感じですね。字幕だけで出てくるっていう感じで描いてあるっていう感じで、まあ、これが多分もともと B 級映画で続ける予定はなかったっていうところの一つの、調査なんだろうね。うん、ちょっとギャグっぽくね。ノリでね、作ってたっていう感じだと思うんですが、思いのほか受けたんでしょうね、きっとね、これがね。で、初日からですね、遅刻ばかりで、車内ではあくびばかりの毎日を送る浜ちゃん。でですね、近くの食堂で憂鬱な顔をした男と出会いますね。うん。で、このあくびばっかりね、送って、してるね、浜ちゃんなんで、まあそのね、営業家だと思うんですが、
営業からね、課長がですね、浜ちゃんのことをですね、まあ、叱るというシーンがあるんですが、浜ちゃんはですね、その営業課の課長がですね、だんだんですね、フグに見えてきてですね、釣りのことを考えてたんで、そのね、営業課の課長のですね、口にですね、針をね、引っ掛けるような感じでね、手を入れてですね、引っ張ってですね、るシーンが出てくるんですね。あ、すいません、課長みたいなこと言って、すいません、フグに見えたもんで、とか言ってね、わけわからんこと言って、そしたらですね、職場のね、女の子が、確かにフグに見える、あーとか言ってね、笑ってるんですよね。で、浜ちゃんが来てからですね、そのね、多分ね、営業課の、その浜ちゃんがいるところは、ちょっとですね、空気が緩くなってるんですよね。だからね、ちょっと引き締めなきゃっていう感じでね、課長もね、思っているところだったんですが、で、昼ご飯をですね、社長がね、社長のね、鈴木さんが、多分ね、確か、次のシーンかなんか出てきて、まあ、いろいろね、決済とか、なんかいろんな、報告をね、聞いてるんですね、会社のね。決済というか、計画かな、事業の計画みたいなのを聞いてて、で、今日は社長、昼はどうされるんですかみたいなことを聞かれたときに、今日は外で食べるみたいなことを言ってですね、外に行ってですね、なんか定食屋みたいなところに行って食べてるんですよね、大会社の社長が。あんまりそれもないと思うんだけどな。で、そしたらですね、目の前にね、浜ちゃんがね、座っててですね、浜ちゃんがですね、こんな風にヒラメを骨だけ残して食べる、ヒラメを骨だけ残して食べるものだ。それが魚に対する供養だと、残りを食べてあげる。うん、なんかね、そのスーさんがですね、魚の食べ方がね、あんまり上手じゃなかったんですよね。だからですね、それもう食べないのとか言ってですね、浜ちゃんがですね、そのスーさんのね、魚をですね、もらうんですよね。で、それで、自分が食べてる魚の食べ方がめちゃくちゃ綺麗なんですね。で、こんな風にヒラメは骨だけ残して食べるものだ。それが魚に対する供養だという風にですね、スーさんに行って自分の魚を渡して、それをですね、お店の人がですね、まあ、こちらお下げしてよろしいですかつって持っていくと。うん。で、これがですね、後々もそう、わかることなんですが、みちこさんと出会った時もですね、こういうね、お魚のね、食べ方について、語ったというね、シーンで、みちこさんと出会った奥さんですね、出会ったっていうことがあったんですけども、で、その後ですね、確かですね、はまちゃんがどっかですね、休憩できるところにね、連れて行くんですね、スーさんのことをね。で、スーさんのことをですね、浜ちゃんはですね、もう定年、間近か定年退職して、次の働き口を探してる人だと、なんかそんな感じでね、勘違いしてるんですよね。なんかおじいちゃんだし、なんか、あんまり元気のない顔してたんで、そういう感じの人だと思ってて、とりあえずね、まあ、連絡先をね、交換しようみたいな感じですね。連絡先をですね、書いて、渡して、で、釣りに行こうみたいな話をして、また気軽に電話してよみたいな感じでですね、かなりですね、フランクな感じでですね、話しかけてきてですね、連絡先を浜ちゃんが渡していくという、流れで知り合ったんですね。スーさんの方がですね、すごい下手に出てるんですよね。あ、そうなんですね。わかりました。みたいな感じで、すごく丁寧に言ってんだけど、浜ちゃんはですね、非常にですね、フランクなんですよね。最初からね、語りがね。うん。まあ、そんなこんなでですね、スーさんのことを社長、自分の勤めてる会社の社長だってことを知らずに、浜ちゃんはですね、知り合ってしまうんですね。で、その後ですね、確か、どっちが電話したんだったかな。でも、浜ちゃんの方が電話したんだったと思うんだけど、電話してですね、で、今度の日曜日大丈夫だよねみたいな感じで言って、あ、大丈夫ですみたいな感じで、連絡がついてですね、それで、スーさんがですね、まあ、所定の場所に現れると。そしたらですね、魚釣りなんですけど、まあ、登山の格好でですね、スーさん、現れちゃうんですね。スーさん、その格好で本当に行くの?とか言ってですね、浜ちゃんが聞いちゃうぐらいですね、ちぐはぐな格好だったんですが、まあ、そっからですね、まあ、釣りはいいよとか言って、広い海で、気持ちいいよみたいな感じでずっと言われてた、そのことをですね、まあ一度試してみるかみたいな感じでね、スーさんも思ってて、で、そのね、船に乗り込むシーンで、ちょっとですね、やっぱりですね、ご高齢なこともあってね、
よたついてるんですよね。そうさ、違うよ、そっちから乗るんじゃないよ、とか言ってですね、乗り方もちょっとですね、うまく船に乗れないぐらい、ちょっとよろついてるんです、ふらついてるんですが、まあ、船に乗ったらですね、おー、こんな風に東京湾を見たことはなかった、みたいな感じのことを言って、カメラを持ってきてですね、カメラでですね、いろいろですね、東京の風景をですね、海から撮ると。途中ですね、大型タンカーとかとすれ違ったりしてたんだけど、あれって同じタイミングで通ったりすんのかなってね、ちょっと疑問に思ったんですけど、結構巻き込まれて事故ったりしそうな感じはするんだけどな、普通の小型のね、あの漁船みたいな感じに乗ってですね、沖の方に出て行ってたんで、あれは本当にそれで大丈夫なんかなって、まあ1988年の話だからなと思って、その時 OK だったのかなとかちょっと疑問に思ったんですが、まあいろいろね、写真を撮っていたと。で、まあ、スーさんにですね、まあ、浜ちゃんが自分がね、釣りの先輩だから、いろいろ教えてあげるよ、みたいな感じですね、いろいろとね、教えてあげていた、んですね。まあ、その、最初の釣りがですね、私釣り全く詳しくなんでわかんないですが、沖の方まで出て行って、ほとんどですね、投げたりしなくて、仕掛けを作って、そのままですね、ちょっとだけですね、前の方に流して、で、そのままね、待って、釣るみたいな感じの釣り方なんですよね。で、いろんな人がですね、船の上に乗ってて、何人かで一緒に釣るっていうような、そういうスタンスでやってらっしゃったんですけど、まあ、スーさんはですね、それをね、投げ込んだらですね、あ、来ましたよ、来ましたよ、とか言ってですね、急に焦り出すんですよね。そんなすぐには来ないよ、スーさん、みたいな感じで、ハマーちゃん言うんだけど、最初はですね、そういうね、変な引っかかりがあったのを確かめてみたら、隣のね、人とですね、糸が絡まってるんだと。まあ、よくある話らしいんですね、釣り場ではね。で、すいませんね、とか言ってですね、浜ちゃんがその釣り糸のですね、ほどいて、じゃあもう一回やりますね、つって、もう一回入れたら、またすぐね、引っかかるんですよね。浜崎さん、なんか変わりましたよ、みたいな感じでスーさんが言うんだけど、また引っかかっちゃったの、スーさん、頼むよ、みたいな感じで浜ちゃんが言うんだけど、今度はですね、本当に魚がね、かかっててですね、どうしましょう、とか言ってですね、スーさんが焦り出してですね、それをですね、浜ちゃんがタモを持ってきてですね、取ってあげると。で、それがね、確かカレーかなんかだったのかな。うん、で、すぐ、一匹目を釣っちゃうんですね。で、もう一回ですね、スーさんが、釣り糸を垂れたらまた釣れるんですよね。ハマちゃんの方はね、ほとんどね、多分釣れなかったんじゃないかな、ハマちゃんは。で、スーさんはですね、かなりですね、もう連続で釣ってて。で、それをですね、お家に持って帰ってですね、それをみちこさんが多分料理してくれたんじゃなかったかな。うん。で、いろいろですね、そこでですね、みちこさんと浜ちゃんのですね、温かい歓迎をね、受けるんですね、スーさんはね。で、ただ、その日はですね、あまりにもなんか疲れててですね、スーさん、そういえば泊まっていきなよとか言ってですね、そのみちこさん、奥さんに言われるんですが、まあ、スーさんはね、帰るつもりだったんだけど、まあ、疲れすぎちゃってね、寝ちゃうんですよね。で、お腹出して寝ちゃってさ、なんかかけてあげたらとか言ってね、言ってですね、まあ、布団をね、ちょっとかけてあげて、で、じゃあ僕たちもそろそろ寝よっか、とか言ってですね、その寝てる時にね、またあの合体とかいうね、わけのわからんあれが出てくるというね、シーンで。でですね、またね、数日後にですね、浜ちゃんの勤めている会社にね、連絡しようとしてですね、秘書から我が社の社員だと知ると。ですね、またですね、なんで連絡することになったか、スーさんが連絡することになったんだよね、浜ちゃんにね。で、その、みちこさんから多分電話がかかってきて、で、浜ちゃんの、勤めてる会社の番号を聞いたら、なんかうちの会社の番号にちょっと似てるな、とか言って言って、ここの、電話番号の営業参加の浜崎くんに繋いでくれって秘書に言ったら、ここの番号、うちの会社の番号ですけどって言われて、え？ってね、驚くんですよね。で、その時に初めて、スーさんの方が先に知るんですよね。実は浜ちゃんが自分の会社の社員であると。うん。で、その日自宅に帰ってですね、社長の顔を知らないとは、と妻に愚痴ると、
彼女は背中丸めて陰気な顔してるから不幸せな老人と思われても仕方がない。でもその老人を優しくいたわってくれたんでしょ、というふうに、言い返してくるということなんですね。うん。で、またですね、多分その日にですね、電話がかかってきてですね、今度はですね、なんだったか、白ギスだったかな、白ギス釣ろうよ、みたいなことをですね、誘われてですね、まあ、スーさんもね、自分が社長だってことは、まあ、ばらさずに、ね、まあ、とりあえずこのままでいいか、みたいな感じで行くんですね、白ギス釣りにね。で、今度はですね、投げ釣りなのでですね、前回とは違って船を出すわけじゃなくて、まあ、海辺に出て行って投げ釣りをすると。その時にですね、電車でね、移動するんだけど、その電車の風景もね、またですね、いいんですよ。なんか、すごいね、日本の田舎感みたいな雰囲気があって。で、多分ね、1988年の浜だと思うんですが、その映ってた浜がね、テトラポットとかもね、全然なくて、すごいね、綺麗なね、砂浜だったんですよ。今だとすごいね、やっぱり、その、いろんなね、災害対策とかでさ、いろいろ作ってるじゃないですか。テトラポットだとか、ちょっとしたですね、まあ、堤防じゃないけど、ちょっとした、高さの、なんかコンクリートの壁みたいなとか、いろいろ作ってるから、結構ね、今汚い海岸みたいになってたりするけど、本当にその当時、88年当時のは、まだ綺麗でしたね。うん。まあそういうところを選んでロケしてたっていうだけかもしれないですけど、まあそこからですね、スーさんはですね、もう道具に最初に金かけてですよね。だから、行く間際、電車に乗る前にですね、スーさんのですね、釣り竿を見てね、ああ、これなんとかかんとかじゃないの。高いの買ったね、みたいな感じでですね、スーさんの道具に対してですね、褒め言葉を入れるんですね。でもね、スーさん、釣りはね、道具じゃないんだよ、とか言って言うんだけど、それがですね、もうフラグになっちゃってんだよね。うん。で、スーさんがね、投げ方を教えてもらってね、まあ、リールの、なんかそのフックみたいなやつがあって、それをですね、倒して、人差し指引っ掛けて、後ろに、ぐーんと持っていって、人差し指を果たして投げると。で、先に浜ちゃんが、手本を見してですね、スーさんがその後投げるんだけど、ね、浜ちゃんはね、全然投げられないと思ってたんですけど、スーさん、うまかったんですよ、投げるのが。あ、うまいね、スーさん、みたいなこと言ったら、ははちょっと練習してきまして、みたいなことを言ってですね。で、またですね、スーさんの方だけにですね、ヒットがあるんですよね。ああ、なんかかかりましたよ、浜崎さん、とか言って言うんだけど、そんなすぐにはかかんないよ、とか言ってね、浜ちゃん言うんだけど、でも、本当にね、白ギスが引っかかってるんですよね。しかもですね、最初はですね、1匹だったのが、なんか2匹、3匹とね、連続でですね、仕掛けがね、確かね、何匹もね、かかるような仕掛けになってるんで、一回でね、三匹ぐらい釣ってたりして、すごかったですね。浜ちゃんね。浜ちゃんじゃなくて、スーさんがね。で、また浜ちゃんは多分そんなに釣れずに、帰ってくるような形になってですね。で、またですね、浜崎家に行ってですね、その釣ってきたね、お魚を、みちこさんがですね、料理すると。今度は多分ね、天ぷらにしてたっぽくて、うん。でもキスの天ぷらの割にはですね、そんな形してなかったような気がするんですが、その天ぷらをですね、揚げてる最中にですね、名言が飛び出すんですよね。まあ、浜ちゃんはですね、世の中一生懸命なやつばかりじゃつまらないと。会社だって、アジもメバルもサバだっていろんな人がいるから面白い。というのにですね、妙に、説得させられるという状態なんですね。うん。まあ、スーさんはですね、自分のところのですね、社員だっていうのをね、浜ちゃんのことを、知ってるんで、まあ、浜ちゃんに対してもですね、その釣りに対する情熱をですね、仕事に向ければですね、もうちょっとですね、出世できるのに、みたいなことを言うんですね。で、それに対して、浜ちゃんはその方に、そのように答えるんですね。その前にですね、浜ちゃんは、スーさんのことをですね、すごくね、高く評価してて、まあ、俺の釣りは、まあ、勢いに任せてる釣りだから、あまりね、良くないみたいなことを言って、スーさんはそれに比べると余裕があるんだよね、みたいなことをね、言うんですよ。で、それゆえにちょっともったいないな、みたいなことを言って、まあ、スーさんがその気になれば、10名、20名ぐらいの社員を抱える会社の社長ぐらいにはなれてたんじゃないの?みたいなことを言って、スーさんもですね、
あ、そうですか、みたいな感じで言って、もうそんな規模じゃないからね、鈴木建設が抱えてる社員の数はね、ちょっと苦笑いみたいな感じで、でその後に、浜ちゃんの、情熱を仕事に向ければ、もっとね、修正できるっていう話をしたら、まあ、浜ちゃんが、まあ、一生懸命なやつばかりじゃつまんないというふうな感じで、まあ、やり取りをしていくということですね。で、浜ちゃんの評価はですね、人事部のですね、評価が一応知っててですね、スーさんは。ほとんどで、ね、C 評価なんだけど、協調性だけなぜか A 評価なんですよね。だから、まあ、一般的な感覚で言うと、高い評価ではないから、まあ、首もしくは左遷されてもおかしくないっていうようなね、評価ではあるみたいなんですけどもね、浜ちゃんの評価は。うん。で、スーさんはですね、まあ、浜ちゃんの評価をね、ある程度そんなね、人事の評価を知っている状態で、話を聞いていると。で、浜ちゃんはですね、スーさんのことをですね、食うに食わずの孤独な老社員だと思い込んでですね、仕事をね、今度世話してあげるというね、話をね、するんですよね。で、ここは結構泣けるポイントでですね、だからそういうふうにですね、結構孤独なスーさんに対して、だと思ってたスーさんに対してですね、釣り道具屋のですね、何だったかな、源さんだったかな、とかいう人が、なんか税金に詳しい人を探していると。で、帳簿をね、つけてほしいと。それだったら税金に詳しいって言ってたんで、スーさんね、スーさんを、まあ、15万ぐらいで、一月ね、雇ってあげたいと言ってる人がいるんだけど、どうみたいな話をね、電話でね、するんですね。それに対してですね、スーさんはですね、庭のね、なんだろう、なんかね、植物園みたいなところがあるんですよ。ハウスの植物園みたいなところがあって、ビニールハウスのね、そこから出てきてですね、電話を受け取ってですね、その話を聞いたときに、前向きにね、検討させていただきますって言うんですよね。一応ね、今の会社に義理があるから難しいけど、前向きには検討してあげるって言って、あ、そうなの、じゃあよろしくねとか言って浜ちゃんの電話切るんだけど、それを聞いてですね、ちょっとね、泣きそうになってて、で、泣いてたのかな。で、奥さんにですね、何を、事務員の仕事でもしようかなみたいなことを言ったら、何を子供みたいなこと言ってるんですかとか言ってですね、ちょっとですね、小言を言われるというような感じなんですね。うん。でですね、そのね、また後日ですね、なんかですね、葬式にね、会社の社員が行かなくちゃいけないという展開になってて、で、その営業課のね、課長とか、あと、浜ちゃんとかも行くことになってたんですね。ところがね、課長がですね、その喪服をね、着ようとしたらですね、なんか課長が太ってたっぽくて、その最初に喪服を持ってた時よりもね、その喪服がですね、ケツが破れるんですよね、ビリッつって。で、それをですね、社員のですね、女の子を呼んでですね、縫ってもらおうとしたんですが、その社員の女の子をですね、ちょっとこっちこっちとか言って呼んでですね、足立さんって子だったかな、呼んで、で、二人きりでですね、その自分のね、部屋に招き入れて、その後にですね、ちょっとこれを見てくれないかとか言ってですね、ズボンをそのままね、下ろすんですよ。そしたら、その女の子がね、急にね、叫び出してですね、浜ちゃんたちのその営業の、人たちがね、みんな飛び込んできてですね、いや、これは、こんなことはみたいな感じで、その課長がですね、焦り出すんですよね。もう今だったらもうセクハラで一発でですね、クビになりそうな案件なんですが、ね、なんとかですね、その女の子のね、勘違いだったっていうことを、なんとかね、話丸め込むんですよね。そのズボンが、お尻が破れてて、その子に縫ってもらおうとしたんだと。そうでもなければ、誰がこんな、鳥柄女に私が手を出すかとかね、セクハラ、パワハラと、ね、いろいろ重ねていくんですが、ね、それをなんとかね、浜ちゃんが、うまいこと、場の雰囲気をですね、明るく持っていって、何もなかったことにするというようなね、曲芸を披露するんですよね。うん。で、ところがですね、浜ちゃんね、自分もね、葬式に行くっていうことをですね、すっかりですね、忘れておりまして、喪服がね、なかったんですよ。礼服というか喪服がね。で、それをですね、美智子さんに電話して、美智子さんがですね、北品川だったかな、なんかそんな、結構、なんかちょっと離れてるんですよね。
あの家がね、会社から。だから電車に乗ってですね、持ってくるんですよね。走って持ってくるから、めっちゃなんか疲れて汗かいて、で一旦ですね、まあ、浜ちゃんに、ね、が下まで受付まで降りてきてて、で浜ちゃんに渡した後に一旦休憩 しようと思って座ってたら、なんとですね、その会社にですね、スーツを着たですね、スーさんが入ってくるんですよね。で、あれスーさんみたいな感じで、話をね、するんですが、この会社にご用事があるんですかみたいなことをね、言うんですよね、スーさんに対してね。で、スーさんもね、これ以上はちょっと隠しきれんと思ってですね、美智子さんをですね、強引にね、エレベーターの中に連れ込んでですね、私の部屋まで来てくださいって言ってですね、わけわからんことを言われてですね、私の部屋みたいな感じで、なんかですね、目を丸くしてたんですよね、美智子さん。でもだんだんエレベーター登っていく間ぐらいに、多分もう結構気づいてたんですよね。で、その社長室に入っていってですね、秘書にですね、スーさんがですね、紅茶と青茶とケーキを出してくれみたいなことを言って、で、まあ、奥さんとか言ってですね、話をね、しだしていくんですよね。自分がこの会社の社長であるということでですね、まあ、その自分に温かくしてくれてありがとうございますみたいな、そういう感謝の念とかも伸びるんだけど、美智子さんはですね、スーさんの素性を知ってですね、私たちを騙していたのねというふうにね、涙ぐんでしまうんですよね。で、それでもですね、講師を別にして友人としてね、今後とも付き合いをしてほしいというふうにですね、まあ浜ちゃんと電話をするんですけど、まあ浜ちゃんはですね、俺も辛いけどこの関係はスーさんのためにはならないよとですね、関係を断ってしまうということなんですが、まあ、結構ね、その前にもね、いろんな出来事があって。記憶がちょっとね、ボンボン飛んでて申し訳ないんですが、ハムちゃん家にですね、釣りですね、その白ギス釣りかなんかしに行った後に、一応ね、スーさんは、その日は多分止まらなかったんですよ。最初の、カレーかなんか釣って行った時は、もうグデグデになって止まったけど、でも2回目のね、白ギスの時は、電車でね、帰るっていう話になって、で、それをですね、なぜか奥さんである美智子さんがね、送り届けてるんですね、駅までね。でその時にですね、浜ちゃんが、と結婚した理由をですね、聞かれるんですよね、スーさんにね。で、そしたら、浜ちゃんがですね、なんか、食堂かなんかで魚を食べてたら、そんな魚の食べ方をされたら魚がかわいそうだ、みたいなことをですね、いきなり言われて、変な人がいるもんだ、というふうにね、思ってたら、次に来て会った時に、いきなり結婚してくれって言われたって言って。で、それで、当時、まあ、付き合ってた人もいたのに、その結婚してくれっていう申し出に応じたという話でですね。うん。まあ、ちょっと付き合いもせずに、いきなり結婚してくれって言われて結婚するとかいうのもわからないんですが、まあ、そういうね、慣れ染めだったらしいんですよ。で、そこのシーンがね、結構ですね、その後ね、ちょうどね、駅に近づいてきたぐらいでですね、どうしてもお礼がしたいというふうにですね、スーさんは言うんですよ。まあ結構夜中ですね、暗いところでですね、スーさん、タバコがね、なくなってて、タバコをちょっと吸いたいなと思った時にですね、もう、美智子さんはですね、先に刺しててですね、はい、これでしょとか言ってですね、自販機で、スーさんにですね、スーさんのいつも飲んでるメーカーのね、タバコを渡すんですね。で、それでですね、まあお礼をしたいというふうに言うんだけど、私欲しいものって何もないの、特に何もないのとか言ってですね、美智子さんは言うんですね。浜ちゃんと一緒にいれればそれでいいのって。っていうですね、すごくですね、心が温かいですね、奥さんだな、というふうにね、思っちゃったんだよね、それを聞いてね。やっぱね、X とか見てるとですね、すっごいですね、音量渦巻くぐらいのですね、文句とかがですね、垂れ流しになってたりすることもあるんで、ね。あとか、うちの旦那は、ね、全然、いい会社にも勤めてないし、不細工だし、だからもう外の人には紹介できないとか、なんかそんなようなこととかをね、書いてるようなアカウントとかもあったりするのに、欲しいものとか何もないと、浜ちゃんと一緒にいられればそれだけで幸せなんだ、とかね、言っちゃうところがですね、いや、なんかすごい、温かいなっていうふうにね、見えちゃいましたね。でも一つだけね、でもあるとしたら一つはあると。それは何って聞かれたら、赤ちゃんと。
いうふうに言うんですよね。で、それは私には無理だなっていうふうにスーさんは言うんだけど、それは倫理的にも無理だし、年齢的にも無理でしょというね、話にはなってしまうんですが、でもスーさんがね、その後ちょっとですね、寒かったんで、ちょっと震えたんですよね。そしたらですね、自分の、着てたですね、マフラーをですね、スーさんに巻いてあげて、スーさんを、お家に返してあげると。すごくね、優しいシーンがあって、あれはされたらでも絶対惚れるよねっていう感じで。でも多分ね、スーさんはね、まあ、美智子さんに対してはちょっと特別な思いは抱いてはいると思いますね。あれはね。うん。別にそのね、好きで一緒にいたいとかそういうのじゃないと思いますが、まあ、特別な思いはね、抱いているというふうにはね、思えますね。あれはね。うん。で、それをですね、美智子さんは、スーさんの素性を知ってて、多分ね、浜ちゃんにも話したんですよね。直接話してるシーンはなかったんですが、浜ちゃんはそれを知ってですね、会社に行った時にね、偶然エレベーターに乗って、スーさんと一緒にね、登っていくシーンがあったんですが、まあ、その時のね、挨拶もね、おはようございますみたいな感じで、一応ね、会社員としての挨拶をすると。で、そのね、営業の部署にですね、浜ちゃんも、スーさんが電話をしてきて、講師別にして友人として今後とも付き合いをしてほしいという連絡に対しては、スーさんのためにならないよということでですね、関係を断ってしまうと。スーさんはですね、釣りの雑誌かなんかをね、その時持ってたんですよね。だけど、断られちゃったから投げるんですよね。スーさんとしてはちょっと辛いかもしれないけど、でも、ね、社長が特別ね、一人の社員とだけ親しくするっていうわけにもいかないからさ。ね。だから、もうちょっとそれは厳しいよねっていう話になっちゃうんだよね。で、その後ですね、浜ちゃんがね、突然ね、栄転したのは、なんとですね、コンピューターのね、入力ミスだったということがね、わかるんですよね。だから、成績がどうのこうのとかじゃなくて、単純にね、コンピューターのミスだったということだったんですね。ただですね、浜ちゃんはですね、休み時間にですね、パチンコに行ってきてですね、景品を取ってきてですね、それをですね、社員のね、自分の部署の社員の女の子にね、配ったりするというようなことをやってたんですが、そういうですね、遊び癖みたいなのが、営業所の中の雰囲気を悪くするみたいな感じで課長は言ってたんですけど、でも、浜ちゃんはね、そこでですね、なんと5億円のですね、契約をね、そのパチンコ屋さんの、中でですね、取ってきたみたいなことを言うんですよね。なんかおばあちゃんかなんかがいて、そのおばあちゃんがですね、あんたのことを気に入ったから、仕事を任せたいみたいなことを言ってきた。みたいな話でですね、仕事を取ってきた。みたいな感じでですね、一応結果はね、浜ちゃんはね、出してるんですよね。課長もですね、ここはね、高松じゃなくて東京だから、そういううまくいかないこともあるんだぞ、みたいなことで忠告するんだけど、ね、会社の方にですね、また電話がその後かかってきてですね、明日10時にですね、打ち合わせをすることになりましたみたいなことを言って、課長がね、ちょっとガッツポーズみたいなするみたいなところがね、あったりして、一応ね、結果も出してるんですよね。ただ、コンピューターの入力ミスだったんで、高松営業所にね、戻ることになるんですよね。で、そのことをですね、浜ちゃんにですね、人事部長が説明したらしいんですよね。コンピューターのミスで、高松に帰りたいか、みたいな話をしたときに、ぜひ高松に戻りたいということをですね、言ったらしいんですね。で、せめてね、戻るんだったらですね、役付きで戻してやれなかったか、とか言ってね、問いかけるんですが、係長のね、昇進とかをね、約束したんだけど、浜ちゃんは、忙しくなって、ね、釣りに行けなくなるからとか、いう話でですね、断ってるんですよね。平社員のまま高松営業所にまた転勤することになったと。スーさんはですね、すごく、悔しかったんでしょうね。だから印鑑をですね、社長印鑑をですね、かなり、ね、きつめに押してね、髪が破れるぐらいの強さでね、押すというね、悔しさをですね、にじみ出すかのようなですね、印鑑の押し方をするんですね。結構ですね、気にしててですね、浜ちゃんとスーさんの関係を知ってるのは他の人はいないから、スーさんと浜ちゃんで、スーさんが浜ちゃんに対する思いがですね、もう絶対届かないとなったその寂しさと悔しさと悲しさでね、反抗を強く押さざるを得ないと。それはね、美智子さんにも言ってたんですが、
あなたは会社の社長なんでしょみたいなことを言って、だから、浜崎が行かなくても、他にもついてきてくれる人はいっぱいいますよ、みたいなことを言われちゃったんだけど、でも、浜ちゃんと、まあ、その、みちこさんと一緒に行きたいみたいなことをですね、言うんですよね。で、自分は仕事として社長をやってるけど、プライベートではただの、高齢のおじいさんだということを言っていて、うん。まあでもね、世間はそういうふうには見てくれないからさ、うん。やっぱり、特別にね、一人の社員と付き合うというのはなかなかね、ちょっと難しいんじゃないのっていうね。しかも平社員だしね。うん。もっと上の立場の人とかだったりしたらね、まあまだちょっと仕事の付き合いかなみたいな感じに思えるかもしれないけど、ね、平社員で、しかも結構家まで行って、ね、そんな関係になってるみたいなことはね、やっぱり、なかなかですね、まあ、他が許してくれないっていうところもあるんでしょうね、きっとね。うん。だからかなりですね、みちこさんもですね、まあ、今回のことについてですね、だいぶ心を痛めておりまして、浜崎はクビになるんですかとか言ってですね、浜ちゃんの立場のこともね、心配してたりしてたんですよね。で、結構スーさんにね、いろいろきついことを言ってたんでね、ずっとね、後悔してたっぽいんですよね。その転勤する前までね。で、別れの言葉もなくですね、スーさんとの別れをね、だからスーさんと最後にですね、何かさようならありがとうとかそういうことも何にもなくですね、新幹線に乗って高松に帰るということになったんですよ。で、そしたらですね、そこにですね、一応ね、見送りに来てた人がいて、それがね、釣りのね、漁船の、世話になってた二人の人ですね、なんか釣りの源さんだったかなっていう人と、釣りでね、ボートで会社まで送ってくれてた人とね、漁船の人と、で、12時43分だか、12時23分だったかな、あ、14時23分だったかな、かなんかの新幹線で帰るみたいな話だったから、会社の人もですね、営業課の人もですね、なんとみんなね、別れを惜しんでね、来てくれたんですね。うん、だからここはね、すごいね、人間力だと思いますね。うん、やっぱりですね、そういった風にですね、別れをね、惜しんでくれるような人間にね、なれる方が、人生、やっぱり、ありがたいですよね。もう何にもですね、お別れってことになっても、うん、出て行きよ、みたいなぐらいの、冷たいね、対応されるような人間だと、ちょっと辛いところはやっぱありますよね。だから、そういった意味では、浜ちゃんのね、人間力っていうのが、まあ、非常にそこでですね、大きく、演出されてたなというイメージがありますね。で、新幹線の中でですね、今何考えてるみちこさんとか言ってですね、浜ちゃんが聞くんですよ。そしたら、浜ちゃんと同じことよとか言って言うんですよね。スーさんのことだねとか言って、で、私ひどいこと言っちゃったと思うわみたいなことを言って、で、今からでもちょっと、謝ってくるみたいなことを言って、で、電話をするんですね。新幹線の中から。新幹線の中にそんな電話機なんてあったんだみたいな感じのことをね、逆になんかびっくりしましたけど、ね、で、電話をして、で今新幹線から電話してるのとか言ってですね、電話して、スーさんにね、ひどいこと言ってごめんね、みたいなことを言って謝ると。で、それで、まあ、高松の方に戻っていって終了と。多分ね、戻ったところまで描いてなかったかな。新幹線に乗って、電話して、スーさんとのわだかまりが解けたかもっていうところで終わってた記憶がありますね。うん。はい、ということでですね、大まかなあらすじとですね、いろんなですね、記憶に残ったポイントというのをね、紹介させていただきましたが、まあ、こういうですね、義理人情ものを、まあ、書かせたら、この山田洋次さんは非常にね、うまいなという感じがしますね。で、今回のことに関してはですね、本当にですね、まあ、浜ちゃんとスーさんが二人の関係をですね、知らないままに知り合ってですね、知ってしまったらですね、そのままでもね、続けていける関係をね、続けていけることもできたんですけど、浜ちゃんの方がですね、きっぱり断ると。いうところがですね、一つですね、印象的だったなという感じがしますね。てっきり浜ちゃんはね、そういうのを気にしないもんかと思ったんですが、でもスーさんのためにならないよということで、切ると。そこがですね、浜ちゃんはしっかりしてるなという気がしましたね。まあ、だらだらこの関係を続けてもよかったんだけど、
スーさんのことを思って、スーさんを、と一緒にはもういられないというふうに言っちゃうと。うん。まあ、そこはね、ハマちゃんの人間性が、なんか、意外に、はっきりしてるなと。そういうところはね。うん。誰とでも結構ね、ざっくばらんに付き合える人なのに、そういう立場とかですね、に関してはしっかり線引きができる人なんだなというところがですね、結構印象的でしたね。そこをですね、うまくですね、利用してですね、上に上がっていこうとかね、出世の道具にしてやろうとかね、そういうことをですね、考えるような人間もいるんですが、ハマちゃんはそういうタイプの人間じゃないんで、しかもね、東京から高松に戻るっていう話になった時に、もうすぐですね、帰るという話に持っていってですね、帰っていくというところもですね、非常に印象的でしたね。未練なく、ささっとですね、移動できるっていうのも、まあ、本当にね、いいキャラクターだな、という感じがしましたね。やっぱり今、はい、ということでですね、都会にね、残れるチャンスがあったところで、残らなかったと。で、田舎に帰りたいということでですね、帰っていった浜ちゃんですね、非常に印象的でございました。まあ、もっと先のですね、ドラマとかだったら、そのまま都会に残ってですね、生活するというふうにですね、言ったりするかもしれないのに、この当時はですね、田舎のね、価値観をね、認めてたというようなね、印象をね、受けましたね。まあ、今のドラマとかだったりしたらね、田舎に戻ってももしかしたらね、何もね、やることはないだろうみたいな感じで、言われてですね、しまうんじゃないかなと。で、東京に残りたいとかってね、主人公が言ったりするかもしれないのに、ね、この浜ちゃんはしっかりと高松に戻るという選択肢を取ったというのは印象的でしたね。そもそもですね、今時のドラマで、ね、都会以外の、東京圏以外の、ところがね、舞台になることってそんなにないんじゃないかなっていう気はするから、ね、うん。だからやっぱり元々がね、東京圏で、話がね、完結するっていうね、ドラマが多いような気がするので、うん。だからこのね、田舎に戻るというね、浜ちゃんの選択肢っていうのがね、その分余計ですね、光って見えたような感じがします。はい、ということでですね、今回ですね、釣りバカ日誌について語らせていただきました。まあ、ポイントとしてはですね、まあ、義理人情というかですね、まあ、人情、まあ、そうね、義理人情に熱い浜ちゃんが非常に印象的で、本当にですね、明るくてですね、いろんな人がですね、まあ、浜ちゃんのことが好きになっていくと、すぐにね。うん。で、まあ、それによってですね、まあ、最後には、結局のところ、みんながね、見送りに来てくれるような、そういうですね、素晴らしい、人間性をね、持ってる、人、ですね。まあ、それをですね、見てですね、非常にですね、なんか、ね、それでしかも奥さんもですね、同じように素晴らしい人間性をお持ちになっておりまして、で、スーさんがですね、本当にですね、身寄りもお金もなくて、孤独な老人に見えたから、ね、非常にですね、人助けしてあげるということでですね、仕事を紹介してあげようとしたりとか、一緒にご飯食べようよとか、ね、泊まるところもね、うちに泊まればいいから、とか言ってね、優しくしたりとか、っていう、そういう義理人情みたいなところがですね、うまく表現されてて、まあ、本当にそれがね、印象的でしたね。まあ、今の時代だったらこれはないだろうなと、うん、っていうふうにね、思う分だけ、非常にね、光り輝いて見えたなというふうに思いました。はい、ということでですね、ちょっと後半戦ね、自分でも何を言ってるかね、ほとんどわからない状態でしたが基本ね、頭の中でまとめたりとかせずに、まあ思いつくままに喋ってるので、なかなか難しいところはありますが、まあ、釣りバカ日誌ですね、今後もですね、シリーズ、見ていけたらいいなというふうに思っております。はい、ということでですね、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。